2020年8月14日金曜日午後5時の生放送です。さあ、なりますでしょうか。あれもう5時半、5時30秒ぐらい待ってる。柱時計の針も5時ね、調子もね、真上を回ったようなんだけど、ちょっと鳴るまでに、1分ぐらい。はい、皆さんこんにちは。生放送の時間です。うちの柱時計が1分ほど遅れてるみたいですね。直しとかないといけないですね。で、今日は木金はボーリスデーということで、昨日に続きましてクリスチャン新聞の連載第8話、ビジネスの理想と都市の花たる商業オフィスビルね、それの先週から引き続いて第4回目の話っていうことになります。で、この大丸のね、できたばっかりの旧大丸の写真が入ったこの連載記事の、この辺までね読んだわけですね。この辺まで読んだか、もうこの辺まで行ったんかな、この辺までね。で、その続きをいきたいと思います。で、結局あのオフィスビルとして有名なのが、著名なのが大丸心斎橋店が大同生命ビルですよね。そしてボーリズがそのオフィスビルを建てたとかですね、またあるいはビジネスとしてのこの設計とか、ボーリズのそういうことについて、その事業家の観点から、事業家の理念といいますかね、生き様みたいなものに着目した、ダイヤモンド出版から本を出した、山口正夫さん、文化人類学者の方の感想で、ボーリズがボーリズの作風がですね、大正受教育運動に伴うアールデコ精神と共通した空間感覚、そういう言い方、それからその米国プロテスタントとして、ピューリタンということですよね。美学的に大正時代の都市の風景を、大正時代においてですね、ユニバーサルに作り変える、そういう建築家の役割を演じ切った、それがすごいという建築家ボーリズ、設計者ボーリズとしての表ですね、事業家ボーリズへの表。で、その次にボーリズ本人の経営観っていうのは一体どんなものだったのか。で、その唯物主義の経済学者によって先導された経済組織っていうのがあってさ、何かというと、資本主義がそうだし、で、共産主義もそうだ。ボーリズの性分ですよね。実業における兄弟主義、1934年、非常に微妙な年に書いた文章なわけですけども、キリスト教的な実業ということをするのにね、障害になるというか、そうさせまいとする2つの根本的な邪魔者があるんで、さっき言ったような資本主義と共産主義で、どっちもその唯物主義の経済学者によって先導された経済組織なんだ、そういう言い方ですよね。で、どっちも産業が金儲けを動機として搾取主義になってる、それで呪われ
テロに呪われるに至った、まあボーリーさんの、まあ、一つの文学的でもある文章ですから、あの経営学とかね経済学の別に論文であるわけではないのでエッセイみたいなものなので、そこを割り引いてちゃんと聞かないといけないんですけども、でその両方ともが資本主義の方も共産主義の方もその産業の両腕を確立する闘争の根深い原因となったのであってね、労働者側と資本家側がパカッとこう分かれちゃってね、あの隔離されて逃走する、まあ、そういう根深い原因となっちゃった。じゃあクリスチャンはじゃあどうしたらいいの。でボーリスはこのエッセイの中で新しい動機と新しい組織という言い方ですよね。で労働者も労働者も資本家もまた生産者も消費者も共同生産事業に協力し、個人的利福を図るんじゃなくって、まあ、創造ね、クリエイトすることの喜びと奉仕の義務のために、まあ、努力をすると、あのそういうあり方でクリスチャンはやったらいい、まあ、理想主義に過ぎるでしょうか。この続きね、そんな考え方はイエスの足跡を追う弟子たちには可能で、ボーリーさんの見解、世界を混沌とした野蛮時代へ逆行することから救うのに必要であると、と主張するのである。うん。そして、余裕のある労働時間や家族の必要に応じて支払われる給与などを含む当時の近江兄弟社の実践の事実を報告するのである。まあ余裕ある労働時間。ね。もうブラック企業の逆ですよね、ホワイト企業ですよね、うん、家族の必要に応じて支払われる給料、だからこの人はこんだけ稼いだから給料を上げるじゃなくて、子供が生まれて子供を養うのにお金がより必要だから給料を上げましょう、ね、お年寄りを養わないといけないからその分給料を上げましょう、もう全く世の中の常識価値観とは違う、そういう当時の近江兄弟社の実践の事実を、ここに事実だからね、強いよね、自分はこうやってるぞ。で別の文、1948年の文では、あの自分の体、時間、能力や全ての所有物も神から委ねられている、うん、それを管理するスチュワード、まあ、番頭さんっていうことですね。としてそれらをただ神の国の御用に用いるべく委託されていると記す。ここで一つの概念が出てきまして、まあ、スチュワードっていうことですね。まあ、番頭とか執事っていうことですね。だからそのご主人は、そこの屋敷にね住んでない、その農園にいないかもしれないけども、オーナーは別にいるわけだ。でそれを全面的に管理することを委ねられた、まあ番頭というか執事というかね、スチュワードがいまして、その屋敷なり、畑なりね、それをまあ治めている、治めるという役割の人がいる。だけどオーナーじゃないですよ、そういう考え方ですよね。だからその聖書の中にですね、イエス様の例え話の中に結構そういう話がありまして、でイエスの見地ではこの、まあ、地球って言いますかね、この世界っていうののオーナーは人間ではない、ね、その自然であるとか全てのものをお作りになった神様がオーナーであると、うん、で人間はどこまでもそれを預けられたね立場である、スチュワード、番頭、ね、執事の立場に過ぎないっていうかね、そうであるというのがあのイエスがその聖書の中に記されているように、記録されているように人々に教えた時の
教えですよね。でそういう考え方をきちっと人間の側が持って世界を、まあ、治めるということで世の中はうまいこといくんだということを、まあ、イエスは言ってるわけで、あのボーリズの意識っていうのは、まあ、いろいろ経由するところとか、当時あのいろんな人がいろんなことを言ってる、いろんなこの学問的な説もあるね、そして実践もあるんで、香川豊彦なんかも、まあ、親しい人物の一人としているわけですからそういうとこからの影響はあるにせよ、その根源はその聖書のね、イエスの言葉だと私は思うんですね。イエスはこの世界の真のオーナーはあの神である。だからあるところではですね、こういう例え話をイエス様はしてるんですよね。一人の人がこうブドウ畑をね、素晴らしいのを作って、それを農夫たちに預けてね、遠いところに旅立って、まあ、違うところにね行ったというか、まあ、住んでると。それでその、まあ、ブドウの収穫の季節になって、まあ、分け前をねもらおうと思って、で自分の部下といいますかね、まあ、ご名代を送ったらですね、なんかひどい目に遭わされてね帰ってきた。で今度また別のを送ったらね、それをこうぶっ殺しちゃった。で最後にそのオーナーは、まあ、自分のじゃあね本当の息子を送ろうと、私の息子ならばねさすがにね彼らも敬ってくれるだろうと思って息子を派遣する、ね、農夫たちのところに、だから分けま取れたもの全部よこせじゃないわけですよ。で取り分をね、それも最初にあなたたちの取り分はこんだけね、オーナーの私の取り分はこんだけね、で相談してたんでしょう。で取り分をちゃんとよこしてくださいねということを言うのに、実のねオーナーの息子さんを送ったら、それがひどい目に遭わされてね殺されちゃった。でそういうことをやってるのが人間なんだというのがイエスの立場ですよね。うん、ですからその地球をどんなに汚染しまくろうがね、あるいは自分がそういう立場に立ってみれば、どんなにこう自分一人がねお金をじゃんじゃん儲けてね得しようが、構うもんかという考え方は、そのオーナーは別の方がいらっしゃって、自分はスチュワードに過ぎませんね、番頭に過ぎませんっていうのとは逆ですよね。自分がオーナーだ。でも根本的にナンセンスな考え方ですよ。誰も地球のオーナーであるっていうことを人間である誰かがね言うことは到底できないはずですよね。でそこを突き詰めて考えれば、あオーナーたる偉大な方がいるんだろうという考え方は一つある。だけど、まあ、キリスト教のっていうか聖書の、イエスの言ったことは、オーナーはね天地を作られた神様なんだ、創造主なる神様なんだ、で人間はスチュワードに過ぎません、番頭さんに過ぎません、そういうことをピシッと理解してるっていうかですね。でそういうところから、まあボーリズは自分の、まあ自分自身の体ね、それから自分の時間か能力っていうものも全て、能力ですから自分の所有物で、所有物ってことは家とかね不動産だとか持ち物だとかね、そういうものも全て神様から委ねられてる、預けられてる。で自分は自分の体にせよ、自分の時間にせよ、自分の能力にせよね、自分の持ち物にせよね、自分の持ち物なんだからどんなにしちゃっていいじゃないかというのではなくって、それは神から委ねられたもんだから、それをねきちっと管理するね、賢く管理するスチュワード
番頭さんとして、それを暴律側にはただ神の国の御用に使うべく委託されているということですね。でイエスの例え話の中に面白い例え話がいろいろあって、そのしもべたちにその主人がね、あの5タラントとか2タラント、タラントっていうのはその金銭の単位ですよ、まあ、何千万円っていう金になるわけですけども、預けてね遠いとこ旅に行った、で帰ってきた時にその自分の部下たちにその金をどうやって使った、でその5タラント預けたものはこれでねビジネスをしてですね、さらに5タラント儲けましたって言ったら主人が痛く喜んだっていうわけですよね。ですから神様から預けられた人はそれを賢く、ね、運用する、活用するっていうことが求められてる。だけどそれは最終的にはまた神様にお返しするもんですよということが、まあ、含まれてるわけでしょうか。でボーリズもそのように理解したのでしょうか。そういうふうに、まあ、スチュワードとして、神の国の御用に使うべく委託されている。で神の国っていう言葉今ちらっと出た、まあ、これはあのボーリスさんが元の文で書いてるのをそのまま引用してるわけですが、あの、まあ、ボーリスの生きてた時代に結構世界的にねキリスト教会で、まあ、流行った言葉みたいですよね。で日本であの神の国ってっていう言葉がね言われるわけですけど、それはキリスト教の文脈で言われてるものとはもう全く違う。だから神の国とか、あるいはもうそもそもあの創造主なるお方を神というね、言葉に訳したところに根本的な問題があるんじゃないか。でもその初めに神天地を作りたまえりって、創世記の一番初めの神っていうのはエルっていう言葉だから、いわゆるその神々とかね、人間の中で力があったりする人なんかをも指しうる言葉だから、あのやっぱり神という言葉は考え抜いたね、そういう訳でいいんだ、まあ、そういう話もね過去にいろいろしたわけですけども、あの聖書の文脈、キリスト教の文脈の中で言われてる、まあ、神の国ですよね。だからでその結びがですね、この8回目の連載の結びが、現在の高度に専門細分化した社会においてボーリズの抱いた理想はどう生かされるのだろうか、ね、で私ので結びです。でこのねボーリズの抱いた理想って私は書いたんですけど、その経済学なんかをねちゃんとやる人が根本的理念としてボーリズが言ったような内容ですよね。根本理念として人間っていうのはスチュワードなんだ、ね、主人はオーナーは誠の神様なんだという超根本的な考え方を持っていろいろ事業するっていうことがね、大きなっていうか真面目なというか、まあ、大きくなくてもいいですけど、その経営する人の持つ理念としてねあり得るのか、ね、その実際の経営者の方のあり方として、あるいはこの経済学者のね論じることとして、そういうことがありのか、これは私にとっては全くあの無知といいますか未知の部分ですから、あのボーリズの抱いた理想って書いちゃったんですけど、あの理想っていうよりはもうちょっと現実に近いものなのかどうなのかって、そういうことを考えている方ね、ぜひその考えていただきたいし教えていただきたいですね。でこの前から東京キリスト教大学の学長の山口洋一先生とかね、稲垣先生なんかが、なんていう名前なんだっけ、そう神の国と世界の回復ですよね、この本の中で、あのさっき言ったところの聖書が言うところの神の国っていう言葉と、それから日本のにおける日本の文脈の中での神、両方をピシッと解説してて、まあこの本、で山口洋一先生学長は、なんだ経済人として生きたキリスト者たちってね、もうえらい力の入れようで、そう一つの私はまあ
冷やかしっていうか冗談半分で、東京キリスト教大学には経済学部があるんですかって、あるいはこう経済政治学部をね、東京キリスト教大学に一つ作りたいもんだという抱負をお持ちなんでしょうかというようなことをね、何回か言ってるわけで、今も言ったわけですが、クリスチャンのこの経済政治に対するね、ものの考え方っていうことで、ボーリツは非常に自分としてはこうだっていうことをはっきり持ってるし、その潮流としてそれを後押しするような世界の大きなね、キリスト教の流れっていうのがあり、で第二次世界大戦っていうことで結局そういうものが壊されちゃったっていうかね、理想を持って事業をやってるっていうことが本当にガーッと壊されてしまった。またその戦後の高度経済成長っていうものも、まあそういう作用がねあったと思うんですけども、でも今この時代にですね、もう一遍そのボーリツが言ったようなこの経済っていうことに対する考え方ですよね、それにどういうふうに耳を傾けるのかで、まあちょっとでもそういうことを考える人はお考えになる、こう発端といいますかね、材料になればいいなと思って、今日のお話はお話申し上げたということになると思います。では20分になりましたので、これで今日の放送はおしまいです。お聞きいただいているあなたに、天地を作りになった誠の神様から豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の生放送はこれで終了いたします。お聞きいただいて誠にありがとうございました。